さあ巨人の4番ホットコーナーといったらこの人、岡本和真です。今年はゴールデングラブ賞を狙いたいというふうに言っていました。昨シーズンもねゴールデングラブ賞、まあ、三塁手だと中日の高橋周平でしたけれども、投票数もあとわずか、岡本は2位でした。打つよりも守る方が好きなんですというふうに言っていました岡本和真です。原監督もそのグラブさばきを含め取ることに関して非常に高いものを持っている、自分と長嶋さんは向いているんじゃないかと。ただ一つ言えることは前への打球、そのダッシュというのがプラスされてくればもっといいというふうに原監督はこの岡本和真の守備について評価をしています。そうですね、ユニフォームの汚れ方もキャンプの勲章です。ユケちゃん分かります。選手の全力な姿を見れるのは本当に幸せ、キャンプ中継最高とありがとうございます。プロボックルさんありがとうございます。でも本当に岡本和真自体が守備という部分でも守備範囲が広くなっている。これ現在の2軍の野手総合コーチになった古木コーチに僕聞いたんですけれども、おととしの秋キャンプの時から岡本和真の守備というのを良くさせるためにボールを下半身の本当に低いところでどう扱えるかっていうのをずっと集中させて練習をさせたと、それが今すごく結果になって出てきてますよというふうに古木コーチは評価していました。で、ジャイアンツの YouTube でもその守備が好きなんですって練習風景ね、見せるところありますよね。